こんにちは、有馬薫です。ご視聴はいつもありがとうございます。心を解放するカウンセリング、今日はですね、カタカナ4文字なんですけど、イライラについてお話をしていきたいと思います。でね、このイライラっていうのは感情の中で、あんまり味わいたくない感情だと思うんですけども、ついね、なんかあるとイライラっとこう来てしまいますよね。で、こういうことは別に悪いことではないんですけども、時間が経てばだんだんこう収まっていくものでもありますし、ただこのね、イライラの感情を中に溜めておくことが人はできないので、どうにかしてこれを外に出したいなっていう、自然摂理っていうのがあるんですね。で、その時にどうやって外に出すかというと、やっぱり人に八つ当たりしちゃったりとかね、あと物とか、それとか、まあ、体を動かしたり行動することによって、そのイライラを解消していこうっていう、まあ、自然にね、意識していなくてもそういうふうに人は、できてます。で、時間が経てばだん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 そのイライラっていうのも収まっていくんですけども、中には年中もう毎日のようにね、イラ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 、ちょっとなんかあると何もなくてもイラ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 してる人っていますよね。で、その人はもう日頃からずっと不満が溜まってるんですよね、この中に、自分の中にですね。だから外からの刺激でイライラしてるわけじゃなくて、自分の中からその原因となるものがあって、そこからイラ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 が出てきてるんですけど、ものすごくそれ周りの人に対しては迷惑なことなんですね。で、そのイライラの原因っていうのは人それぞれなんですけども、はっきり言ってしまうと、イライラっていうのは、自分の思い通りにならない、だからイライラするんですね。で、例えば体の中にどっか痛いなとか、痒みとかね、不調、だるいとか、そういうものがあると、それだけでもイライラしますよね。これはその年中イライラしてる人に限らず、やっぱりいつもは体に何も異変がないのに、不調がないのに、どこか一箇所でも痛かったりとかすると、で、体調が悪いとか不調だとかあると、やっぱり自分のそれは思い通りになっていないということなので、そこでイライラ、どうして私の体は自分の思い通りにならないのっていうことから不満がたまって、その不満がイライラを感じさせるっていうことになります。で、もちろん体の不調だけではなくて、相手に対してとか物事ね、自分の中でこう想像があるわけですよね。おそらく相手はこうしてくれるだろう、で、物事はこういうふうに進んでいくだろうっていう、あらかじめの自分の予想がありますよね。それに反した時に、なんで自分の思った通りに言ってないの、なんでこの相手は自分の思った通りのことを言ってくれないの、やってくれないのっていうことが不満なんですね。で、不満からイラ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 と感じてきます。で、それをね、あんまりね、冷静に見る人って少ないと思うんですね。とにかくイライラしたら、イライラを排除しよう排除しよう、このイライラをとにかく自分の中から追い出して、元のイライラでない状態に戻そうっていうふうに、そこばっかりに集中するので、どうしてね、私はイライラを感じているんだろうっていうことを冷静に見れないんですよ。だから結局イライラにね、振り回されてしまうっていう現象をいつも繰り返してるんだと思うんですけど、で、これをね、ちょっと冷静に見てみると、そのイライラの原因っていうのは、体の不調だったり人だったり、物事だったりするんですけども、そこじゃないんですね。そこじゃなくて、お知らせっていう意味があるんですよ、イライラっていうのは。例えば体の不調であれば、
まあ、だるいなっていうのであれば、あなたいつも睡眠不足でしょって、夜更かしして朝ギリギリまで寝てて睡眠時間が短いから頭はぼーっとするしイライラするんですよっていうお知らせなので、そこをね、そこを伝えてきてるのに分からなかったら、なんか分かりやすい方法で体は知らせようとするんですね。それがイライラっていうことを感じさせる。そうするとその人は気づくんじゃないかなっていうことなんですよ。で、例えば相手とか物事がうまくいかない、思った通りにならない、あなたの考え方、習慣間違ってるんじゃないですか、ここをこう変えたらいいんじゃないですかっていうことをイライラとしてあなたに伝えているだけのことなんです。そこを気づかずにただイライラし、イライラが嫌だ嫌だどうにかもってあーって翻弄されてるとわからないままなので、それがずっとね続いたり何回も何回も同じことでイライラすることになるんですけども、そこを気づいて、あ、そうか、私やっぱり睡眠不足なんだな、早く寝なきゃねと思ってそこを切り替えていく。で、人に対して思った通りの行動をしてくれない、なぜかっていうのを考えて、私が望む相手にを思い通りにしようとしてたなってことに気づく。だから自分が人をね、人や自分の体を思い通りにしたければ、自分の考えを思い通りにしなさいっていうお知らせなんですよ、要するに。だからそういうイライラした時はなおさら冷静にその原因、何を知らせてくれるのかな、何のサインがそこに隠れているのかなっていうのを一旦考えてみると解決は早いですね。で、そうやって自分が気づいてそこを変えていったなら、もうその瞬間からイライラさんはどっか行ってしまいます。消えてしまったら自分が気づいて直したっていう証拠でもありますので。で、もし違う解釈をしてしまってね、これをねイライラさんは教えてくれようとしてたのに、違うように受け取って、あ、ここがいけなかったんだって変えてもまだイライラするんだったら見当違いですよってことなので、もう一回ちょっとね考えてみる必要があります。で、それが正解であればもうイライラさんはいなくなっちゃいます。で、また違うイライラは来るかもしれませんけどね。で、そこに関してのイライラはもう来ないと思います。そういうふうにね、イライラを感じるっていうことはもう必ず何かのサインなんですね。だから単にね、あ、嫌だって排除しようとするだけじゃなくて、親切に教えてくれてるサインなんだなっていうことを日頃から分かって、あ、来たな、イライラが来た、これは何だろう、何を変えればいいんだろう、何を気づかせてくれるんだろうっていうふうにいつも思ってればすぐに分かるようになります。もうこれも練習です。何でも最初はね、気づいてそれを改善して検証して、そっからそれを癖にしていけば、イライラすることも減っていきます。特にね、年中イライラしてる人って不満だらけなんですよね。で、その不満の原因っていうのがあまりにも多すぎて、自分がそういう考え方をしてるからね、そこをまず一つずつ見ていく練習をねしていくことが大切になってきます。はい、以上です。ということで今日はイライラについてお話をしました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。有馬薫でした。それではまた。